サムスン電子が来年初め、上下折りたたみ方式のフォルダブルスマートフォン、ギャラクシー X を発売する見通しだ。ウォールストリートジャーナルはサムスン電子が高度な、ウィナーで開発するフォルダブルフォン、ギャラクシー X を2019年初めにお披露目するだろうと内部消息筋を借りて19日、報道した。 現在まで把握されたサムスンのギャラクシー X フォルダブルフォンのデザインは上下に折りたたむデザインだ。これまでサムスン電子が横に折りたたむフォルダブルフォンを発売するだろうとの予想から大きく外れたものだ。報道によるとサムスン電子は上下に折りたたむ方式のスマートフォンを発売する。外観上、 財布型や過去の折りたたみ式携帯電話の携帯である可能性が大きい。スマートフォンを半分に折りたたんだ時に、外面の裏側にカメラがあり、前面に小さなディスプレイがあるだろうという予想だ。